ガガウズ人は主にモルドバ共和国に居住する民族。モルドバのガガウズ人口は17万人ほどで、モルドバ総人口の約4%を占める。モルドバのほかブルガリア、ウクライナ、ロシア、ルーマニア、トルコなどにも居住し、総人口は30万人ほどとされる。協力諸後に属するガガウズ語を話し、 トゥルク系民族の高カソイドに分類されるが、大多数が正教会のキリスト教徒で、周辺のトゥルク系諸民族と異なり、他のヨーロッパ人と要望は区別できない。民族の起源については、諸説あり、キリスト教に改修したキプチャク系遊牧民に求める説もあるが、ガガウズ語はトゥルク諸語オグズ語群で、アナトリア半島のトルコ語に近く、近隣のトゥルク系民族である。 リトアニアタタールやクリミアタタール人が話す言語とは系統を意味する。モルドバ国内のガガウズ人は、同国南部に集中しており、ソ連解体が進む1990年に、ガガウズソビエト社会主義共和国の建国を宣言して、モルダビアソビエト社会主義共和国からの分離を図った。モルドバが、 ソビート連邦から独立した後もガガウズ人の分離運動は続いたが結局1995年にガガウズ地域の特殊法的地位に関する法律が制定されガガウズ人居住地域をガガウズ自治区として大幅な自治権を与えることで解決された。ありがとうございます。